最近のたまちゃんのおすすめを教えてください。おすすめの食べ物。おすすめの食べ物か。今のおすすめ食べ物じゃないですけど、うちに、今カボスがなってます。はい、今旬です。でも皆さんはカボスはね、青いカボスしか多分見たことない。柚子も青い柚子がほとんどでしょ、出回ってるのはね。でもカボスってあの柑橘類ですから、木につけたままにしておくとちゃんと黄色くなるんです。黄色くなるのはまだ12月ぐらいですけど、でもそれ半分に切って絞ってジュースにして飲むともう最高です。うちに毎週毎週ね、中学生がやってきます。グリーンツーリズムって言って、農家に宿泊体験学習をしに来るんです。うちに来るのは北九州の中学生、中学校2年生の子たちです。で、毎週毎週7人来るんです、うちに。で、うちに7人来て2泊3日泊まって、今その真っ最中だから私休みゼロです、はっきり言いますけど。ね、たまちゃんはなんかね、普段こうね、やりたいことだけやってね、休みたい時に休んで寝たい時に寝て幸せやなみたいなことを思う人がいます。休みゼロですから私。帰った瞬間にあなた農業やってすぐグリーンツーリズムやって、終わったら農業やってすぐ全国に飛んでいかないといけないんで。でも私農業やってつくづく思いましたけど、旬のものを旬のうちに食べるのが最高です。これはもうすごく分かりました。トマトとかもそうですね。ちゃんとトマトが売れて赤くなったのを切って食べるととっても美味しいです。でもスーパーで買ったのは、買うのは全部青いうちにもぎって、その流通過程で赤くなっただけですってね。でもそれはしょうがないですよ、買う人が見栄えを気にするんですから。なんかね、手に持った時になんか柔かったらなんか嫌だみたいな、柔いのが当たり前ですから、はっきり言いますけど、柿だってそうですよ、熟したら柔くなるんです、みんな。それが当たり前、しかもそれが一番おいしいんです。だから熟したやつしか虫や鳥は集まりませんから。あいつらおいしいの全部知っとんですよ。もうカラスとか天才ですよ、もう。あいつらが食べたやつは全部おいしいんですよ。私あのカラスを先生と呼んでますんで、カラス先生って何がおいしいですか今っつって、あいつらがうちに植えてたトウモロコシを一斉に食べ出したんですよ。で私らはおこぼれです、もう半分ぐらい。あいつらね、食い散らかすんですわ。綺麗に一個ずつ食べてくれりゃね、こっちもねまだその納得しますのに、あいつら適当についばんでどっか行くんですよ。ふざけんなみたいなね。でもそのおこぼれをわしらが食べるでしょ、めちゃめちゃうまいんですよ。これがなんでお前知ってんのみたいな。熟してないやつは絶対食べませんので、瞬間来たと思ったら食べますで、やつらだからね、すごいです。やつらは旬のものしか食べない、だからあいつら元気なんやなと思いますね。ストレス解消法なんだろう。ストレスはない、もうね、畑や田んぼに出てるとストレスはないです、はっきり言って。体は大変ですよ、体は大変。私あの農業するようになってバネ指っていうのに初めて出会いました。私ね、夜中にこうって手を曲げるとこの手はもう戻らない、もう戻らないです。バネ指って言います。あのね、これがもう固まるんです。でね、力入れてこうって戻さないといけないです。でバネみたいにビーンってなるんです。それバネ指って言うんです。そんなね、自分がそんな体になるなんて夢にも思わなかったんで。しかも、農業、いやあの家に引っ越してきていろんな作業をやって、重たいものを持って運んだりとかしてたら、手のしびれが半年以上取れなかった。手が痛くて夜中に目が覚めるぐらいですよ。そんな経験ないですから今まで。で俺はもう一生治らねえと思ったんです。これもう手のこの手のしびれと一生付き合っていかんにゃいかんのやなと思って、でまあそれでもいいかと思って、もういいよって、それがね、まあ男の勲章やみたいな。そしたらあの秋口ぐらいだから半年以上経って、その手のしびれは収まって、まあ、体が慣れたんでしょうね。でもそのバネ指も一時期ひどかったんです。一時期このね、3本バネ指になって、もうこれがもう戻らない、もう強すぎて。ほんで整形外科に行ったら、その先生が「これはバネ指っていうんです」っつって、で「どうすればいいんですか?」っつったら、あのビニールテープをここに巻けばいいんだっつって、あのギブスみたいにね、ビニールテープ巻いて手が曲がらないようにして寝れば、あのこれ以上曲がらないからテープ巻けば。
そしたら自然と治っていきますよみたいなこと言って、本当かよみたいな、ようこんなビニールテープ巻くっちゅうだけで800円も取りやがってこの野郎みたいなねでもそれで本当に良くなったんで、やっぱプロやあの人と思って、そんなで、あの体のあちこちが痛いです。はい、私ね、あの家が今2階建ての家で、あの寝るとこ2階なんで、それまで私ね手すりとか使ったこともなかったんですよ。トントントンと降りていきますから。今手すりを使わないと降りていけません朝は。で朝しばらく動くと手すり使わなくてもいけますけど、朝起き抜けとかね、とかは、ああじっちゃんばっちゃんの気持ちがめっちゃわかるって思いました、その時に。でもそれがストレスどころか喜びになってるんで、筋金入りの変態だなと思います私はね。自分で自分を褒めたい。長えなこれ。頼まれ事は引き受け事。嘘、頼まれ事は頼まれ事ですよあなた何言ってんすか。昨日人生の名言が出たんですから。うん、頼まれ事は引き受け事でやってきましたが、最近はあまりにも理不尽でこれ以上やったら壊れてしまうと思って断ったり、もうダメですということが増えました、不満を口にすることも増えました。だからふみちゃんが言ってますから、今頼まれ事は試され事をやんなって彼自身が言ってますから、俺はやって体を壊したんじゃんってね。今まではうちに溜めていたものが外に出ており、これでもいいのかな、まあ、つまり爆発してたんでしょうね、この人ね。はい、あれです、自爆テロっちゅうやつですね、いわゆる溜め込むなっちゅうやつです。頭と心がついていきません。今まで随分仮面をかぶってきたところもあると気づき、ありのままの自分を表現することに罪悪感を感じているのか。そこで質問です。頼まれ事や仕事はどんなことでも引き受けた方がいいのでしょうか答え出てるじゃねえか、もう自分で頼まれ事は試さないね。頼まれ事を引き受けてると大変なことになりますよ。それは若いうちだからできるわけで、でしょ。あなたもうね、人生もう後半組があなた頼まれ事を全部引き受けてったら大変なことになりますから、選びなさいね。頼まれ事じゃない、頼まれる人を選びなさいね。あ、この人やったら引き受けてもいい、この人はやめとこうっていう基準を持ちなさい自分で。あのね、付き合っちゃいけない人といつまでも付き合うのやめなさいもん。はい、頼まれ事は試され事とか言って頼まれ事をやってうまくいかなくて崩れていく人たちはみんなこの人の頼まれ事を引き受けたくないなっちゅう人の頼まれ事を引き受けてるんです。ただそれだけ、超シンプルですから、簡単でしょ。この人の頼み事やったらええわっちゅう人のだけ引き受けなさい。それ以外は忙しいからって言いなさいね。簡単でしょ、私そうしてますけど。いや、まあ私もっと言えば大好きな人の頼み事も断りますけどもごめんね無理っつってでも大概の人が、あ、そうか無理なんだ、そうよね、ともちゃん忙しいからねって納得してくれるんですよ。でもたまにスペシャルおかしい人が、そうは言ってもたまちゃんって、俺とたまちゃんの付き合いだからお願いっていう人がいるんですよ。あなた本当に俺の心に土足で入ってきますねっつっていや、いいじゃんいいじゃんとかいう人がいて、まあ、そういう人のは引き受けようと思いますね、はい、そんなもんですよ。適当に自分でフィルターかけたらどうですか。だから最初に言ったじゃないですか、やりたくないことをやるから人生おかしくなるんですよ。やりたくないことをやめなさいち、ね、私、まあ、これ真似する必要ないですよ。私ね、付き合う人を変えました、途中で。この人は付き合うと心がザワザワするとかね、この人と付き合ってるとなんか自分の元気がなくなっていくっていう人たちをフェイスブックで一斉に切りました。ズバーって、はい、ブロック祭りっつってね、切るだけじゃゾンビみたいに復活すると思ったんで私自分の中でブロック祭りって称してその人たち全員ブロックしてたんですよ。だから後で私のブロックリストを見たら2000人ぐらいブロックされてる、ワーオーみたいな、こんなによう俺ブロックしたなみたいなね、はい、そしたら人生さらにシフトアップしてどっか行ってしまいました、私の人生はブロック祭りなんかおすすめはしませんよ、ブロック祭り、はい、友達切るだけじゃ、だから私ね、こうなんですよ、もうね、中途半端なことはできないみたいな、もう切るんだったらブロックまでみたいなね。
だから多分その人たちにとってはある日突然私っていう存在がいなくなったんです。あれ、やめたんかなあいつも、 Facebook やめたんかなみたいなね。でも、うん、なんでブロックしたんですか、聞かれたことある。あ、聞かれたことあります。一人だけ、一人だけいるんですよ。その名前を言うと皆さんのよく知ってる人ですから、ちょっと角が相当立ちますんで言いませんけれどもその人は見事復活して大の仲良しになりました面白い。あ、この人絶対合わねえわと思って、あ、無理無理と思って、ブロックした人が一人いたんですよ。いや、正確に言えば二人いるんですよ。一人はね、名前出した三浦の兄貴っていうのがね、あの宮崎にいるんですけど、この悪が強い親父は絶対無理って思って、友達申請が来たのに鹿として無理ですっつってね向こうから友達申請来たのに却下したんですけど、その後にたまたま別のセミナーで会う機会があって、うわ、まためんどくさいのが来たなと思って、しかも懇親会で私の目の前にその親父が座ったんですよ。超めんどくさーとか思って喋ってたらめっちゃ息投合したんですよね。超面白いこの人っつって今大の仲良しです。はい。でもう一人も、最初あ、この人はもう絶対無理と思って、もう考え方も 肌も合わないこの人はと思って、ブロックしてたら、たまちゃんがフェイスブックで見ることができないんですよつって見ることができ、ブロックされてるんじゃないかなと思うんですって、はい、こんな喋り方で喋ってくる人がいてね、ブロックされてると思うんだけど、たまちゃんちょっと調べてもらえないかなとか言ってえ、そうとか言ってえ、ちょっとじゃあ調べてみるわつって、私ブロックしたの知ってますから、あ、調べたらなぜか知らないけどブロックリストに入ってたっつって、あ、多分ねって、あの手が当たったんだと思うっつってね、しぶしぶブロック解除したんです。ピッとそれでしぶしぶブロック解除して、ちょっと困るなとか思ってたら、たまたまね、まあその頃まだたまちゃんぶらり旅みたいなことやってて、今度たまたま、私の車の助手席にその人が座ったんですよ。これなんで座るかな、この助手席に座って1時間半喋らないといけねえじゃねえかみたいな。ほんで1時間半喋ってたらめっちゃ息投合したんですよ。なんだこの人超面白いっつってね。ほんで今大の仲良しになってる。まあね、あ、名前は言えません。はい、伊藤リーって言いますけどね。名前は言えません。ね、まあだからその兄貴とリーさんぐらいかな。ブロックから復活した組は。はい、あとはね、はい。ブロックされると多分いっぱいあると思いますよ。いっぱいあると思います。私。はいはい、あります、あります。ブログ、はいはい。あ、ブロックされたんだと思って。それは分かる。あ、分かりますよ。何人かいました。あ、ブロックされたんだって。はい。あ、でもラッキーと思いましたね。だって自分からいなくなってくれてありがとうって思いましたってね、その時にね。よかったよかったと思って。いいじゃないですか。ブロックしてもされても死なないんだから。分かります？これがとどめを刺すとかいうボタンだったら絶対押しちゃいけませんよ、はっきり言いますけど。私も押しません。そんなブロック祭りとか言ってブロックしてったらこの人の命がなくなっていくんだったら絶対しません、私も。ですよね。でもブロックしても元気ピンピンですから、向こうは。でしょ、ブロックされても元気ピンピンですから、何の問題もなかったら失礼やええじゃないですか、そんなんね。まあ、でもそんなことでね、悩んでる人が結構いるんですよ。ブロックしたら悪い人やと思われないですかねって、いけすかない人やって、あの人本当が腹黒い人よねって言われないですかねっつって、言われていいじゃないですか。ですよね。あのね、人生うまくいってる人は付き合っちゃいけない人とは絶対に付き合わないんですよ。でも人生うまくいかない人は付き合っちゃいけない人と付き合ってるんですよ。そしていいですか、はっきり言いますけど、この人素敵やなって思う人の後ろには素敵な人しかいません。はい。だから自分が素敵だなって思う人と付き合ってると、その後の人生は素敵な人しか出会わなくなるんです。これよく分かりませんか。ところがしぶしぶいやいや、さっきのあれと一緒ですよ。なんか貯めていたものがバーンって爆発して、試されごと、頼まれごとは頼まれごとだよみたいなね、つい言いたくなる、うん、気持ちもわかるみたいなね。付き合っちゃいけない人の後ろには付き合っちゃいけない人がいるんですよ。いや、逆もっと言えば、付き合っちゃいけない人の後ろには付き合っちゃいけない人しかいないんですよ。
だからドツボに入ってきますよ。その人と付き合っていくとどん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 人生のドツボが広がっていくんですよ、はい、だから私はブロック祭りしたんですよ。無理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 って、もう無理って。そしたらこの人一人をブロックしただけで、私多分ね、その後ろにいる何千人もブロックしてるんですよ、と同じ効果が。だからめっちゃ幸せですよ。だって私の目の前には頭のおかしい人しか来ないんですよ。こんなに楽な人生ありますか。これがもし私がいやいやしぶしぶ付き合いたくないなと思ってても付き合う人と付き合ってたら、ここに私を批判する人や否定する人が来ますから、うん、でこんな顔で見てますから、ああほんで扉バーンって閉めて、うわ怒らしたみたいな、あかん、顔色伺いながらちょっとあの人の喜びそんなこと喋ろうかなみたいなことになって、私の人生はドツボにはまっていくんですよ。そうしているんですよ。え、そうしています。今、いや 昔いた、昔いました。いや昔ってタマちゃんの現職時代の頃ですよ。はいましたけど今はいません、はい、そんな人は笑顔でもう二度と来ないでねって、あのもし来たら言います、はい、出入り禁止ねっつって永久にっつって、はい、じゃ来世でみたいなね、はい、それでいいんじゃないですか。いつまで自分をいい人扱いするんですかね。いい人に思われたいみたいな、うん、自分が付き合いたくない人にいい人だと思われなくていいでしょ。いやむしろいい人だと思われてたらまだつながりますよ。もうね、だから斉藤ひとりさんとか知ってますかね。ひとりさんとか言いますは塩をまいてってね、付き合いたくないって思う人には塩をぶちまけた方がいいよっつって、もう二度と来るなって言った方がいいよって。だってその人はそういうのと似た人と付き合うからっつってね、はあ、同じことですよ。いい人と思われる、いい人と思われたい病っていう病気にかかってます。要するにね、いい人に思われたいってね、1ミクロも思ってませんから、だからこんな格好でね、適当にやって、今日もね、雨に濡れた髪のまま別に乾かすわけでもなく来てますし、ね、もうお前365日これ来てるだろみたいなので来てますし、ね、ここら辺なんか破けてほらほつれてますし、こんなんね、破けてほつれてても全然平気みたいなね、はい。誰にどう思われようと、それは思う人の自由でしょう。皆さんをコントロールすることは私はできない。でも私自身はコントロールすることができる。私は自分のことを素敵やと思っている。それで十分じゃないですか。もうここにたった一人、世界中で一番大事な自分自身が自分のことを素敵って思ってる。他に誰の素敵っていう言葉がいるんですか。いらないから。もう俺が俺のことを素敵だと思ってたらもう十分だから。それで、まあ、あとあなたらがタマちゃんのこと素敵って思うかどうか勝手です、はい、別に求めません、はい、気にならない。タマチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。